皆さん、大吉チャンネルの大吉でございます。新年明けましておめでとうございます。昨年は大吉チャンネル7月ぐらいからね、新たに始めたんですけど、今後ともね、よろしくお願いいたします。また他に私、ブルームナイトっていうのはね、7年前からやっておりますけども、そちらの方も少しずつ更新しておりますので、そちらも、応援してください。昨年も1年もうコロナ騒ぎでね、本当にあっという間にね終わりましたけど、皆さんもね、風邪などひいておりませんか？寒いんでね、気をつけてくださいね。本当にあれですね、私も個人経営でお店やってるんで、本当に個人の方はね、大変な思いしてねやってたかと思います。経済的にもね、本当大変です。そういったわけで、今年はね、新年迎えて、少しね、そういうのをね、抑えられていくことをね、願っておりますけども、また皆さんもね、本当に健康で、おられることを私も祈っておりますんで、ストレスなんかもいっぱい溜まって、自粛で家におられる方、たくさんいると思いますけども、皆さん一緒です。私もどこにも出てないで、他人に迷惑をかけないようにね、ここのお店もそうなんですけど、まあ常連さんしか今入れてないんですけど、本当に信頼関係でしかないし、信頼をね裏切るようなことはしたくないと思ってやっておりますんで、皆さんもね本当に、今我慢です。もう少し我慢です。きっとね、いい方向に向いていくと思いますけど、ただね、しばらくはもうちょっと続くんではないかと思いますけどもね、笑って新年迎えましょう。初詣もね、控えている方もいると思うんですけど、まあね、もうちょっと人がね、いなくなってから初詣行ったらいいかと思います。のが賢明だと思います。そういうわけで、今年もね、私も大吉チャンネル頑張っていきますんで、どうか応援よろしくお願いいたします。で、皆さんのご健康をお祈りして、私の新年のご挨拶ということで、本当に、無事に新年迎えられて本当ありがたいです。頑張っていきましょう、皆さん、ストレスみんなあると思いますけど、今頑張んないとね、もう我慢できないっていうね、常識のない人もねいっぱいいますけど、頑張っていきましょうということで、大吉の新年のご挨拶、本年もよろしくお願いいたします。